名古屋ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの6回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはドラゴンズの先発又吉が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。打ちました。ファーストが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている殿岡。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは又吉、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球変化球は空振りです。これが2球目。痛烈、これはどうだ、センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスドイッチ、ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ、2球目は何か。ライト方向を流しました。ワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには山田入っています。こういう勝負強いバッターを乗せると厄介なんで、まずはピシャリと抑えておきたいですよね。さあ、先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。ノーボールツーストライク。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここはツーアウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振でツーアウトとなっています。取った、そのまま入って三塁フォースアウト、スリーアウトチェンジです。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガース、マウンドに上がるのは先発のドモン。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは強打、2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に初球打ち、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。バッターは2番に入っている大島。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。送ります、取りました、2塁へ、セカンドフォースアウト、送りバント失敗。バッターは3番アルモンテ。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。ファウルになります。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。ファーストランナー空振り三振、滑り込んでアウト、盗塁失敗。三振を奪った後、素晴らしい送球が来ました。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは6番坂田。昨日のゲームでなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。さて、ドラゴンズの先発は又吉、今日が11試合目の登板です。
打ちました。強打。アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っている真田。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。又吉、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番ゴンザレス。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。取った。セカンド送球、2塁アウト。さあ1塁に先制のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーのドモ。次の回ピッチャーからの打順というのは避けたいですから、走るなら絶対成功しないといけませんね。はい、一塁はセーフ。ライト方向を流しました。ライト線へ打球伸びる。フェアかファールか。一塁線落ちてフェア。ホームに送球する。ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席にはいわき入ります。まあこのバッターはチャンスではしぶといですよね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。次が2球目。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。ドラゴンズなおも2塁1塁のピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。さあそしてバッターボックスには戸岡入っています。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける。ホームに送球。これでマルチヒット、ツーアウト満塁です。ここでの失点は避けたいですね。ええ、まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては打った。サードが抑えた。一塁へ。一塁アウト。これでスリーアウト。しかし2回の裏、さあドラゴンズこの回は4番から始まります。ビシエドが打席に入ります。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには5番阿部。ドモン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。ここも空振り。さあ外してくるのか。変化球空振り、ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。このカーブですけど、曲がってくる角度が良かったですよね。打席には6番バッター福田。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。ファウルです。落ちるボールはこれは外れています。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打った。ヒットになった。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている平田。ヒットでランナーを1塁に置いています。豪快なスイングは空振りになります。スピードボールを持っています。3球目は何で来るか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。2回の裏1対0、タイガースが1点をリードしています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。
打ちました。阿部アウト、ワンアウトです。5番バッター、影浦。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、サードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。外外れてボール。これが3球目。打ちました。ショート取った。アウト、ツーアウト。6番バッター、坂田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。空振り。スピードボールを持っています。ボールになります。流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。ツーアウト、ランナー一塁。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは真田、そして一塁ランナーは俊足の坂田。まあこういうランナーバッテリーは嫌でしょうね。本当にそうですよね。ライト方向を流しました。これはどうか。三塁へ送球する。これでマルチヒット。ツーアウト、ランナー二塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえ、これ以上失点しないように進めていきたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の又吉、どういったピッチングを見せるのか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。2対0になりました。ドラゴンズこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあ打席には先発のドモン入っています。自らのバットで援護点となるとピッチングの方も盛り上がってくると思うんでね、打たせるわけにはいきません。初球打ち、これはどうだ。強打、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。見逃して三振になります。ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。ピッチャーに打順が回って先発の又吉がバッターボックスです。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。見逃して三振です。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。打順はトップに返って強打。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ツーアウト、ランナーありません。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって2対0タイガースがリードしています。こちらが先ほどの配球になります。初球打ち、高く上がった。レフトバックする、バックする。レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウト、ランナー二塁です。さあそして打席には戸岡入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですね。低めの変化球にバットが合いませんでした。すぐに追い込みました。切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。変化球打った、サード取った。一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。
さあそしてバッターボックスにはドイッチ入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃、右中間へワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン、タイガース追加点、3対0。ドラゴンズこれ以上離されるわけにはいきません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには山田、そして塁上には俊足のドイッチ。ここは牽制を入れて警戒しておきたいですよね。本当にそうですよね。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。おっと空振り、真ん中でした。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、取った、二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは2番大島。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ここはさっきの失敗を挽回しておきたいですよね。そうですよね。ドラゴンズビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずはバットに当たりません、三振、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。バッターボックスアルモンテ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。どうも、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターボックスは4番ビシエド、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトになっています。ファウルになります。打ちました、これはどうか、ピッチャーが取る、一塁アウト、スリーアウトです。反撃、里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃ。打ちました、ヒットになった、これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番坂田、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。アウトコース見送っています。牽制セーフ、ここは大きく1球外して様子を見ています。ツーボール、やはりランナー打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー3塁2塁です。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから。バッ初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を待っていく、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナー、タイガースが突き放します。センター前へのタイムリーヒット、5対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました、リードを広げられています。8番バッターゴンザレス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、打ちました、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー3塁2塁。さあバッターボックスには先発のドモン入ります。彼を勢いづかせるわけにはいきませんから、しっかり抑えないといけませんね。初球打ち、ヒットになった、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました、タイガースセンター前へのタイムリーヒット、
7対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター岩城、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。引っ張った、サード取った、二塁を送ります。二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターの戸岡、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、打席でも余裕があるように見えますし、状態がいいんでしょうね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打った、阿部掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。打ちました、ヒットになりました。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス福田、さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。いい当たり、三遊間抜ける、二塁へ送球、二塁際どいが、これはセーフだ。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。打席には7番バッター平田、ここで点を取って流れを引き寄せれればまだまだ分かりませんから。2球目打ちました、この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。掘ってワンアウトです。バッターボックスは8番木下、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。打ちました、痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで5試合連続安打、ワンアウト。バッターボックスには代打の石川。赤星さん、この辺りで少しずつ点差を詰めておきたいところだと思いますが。そうですね、どんどん後手に回ってしまいますから、しっかり点を取っておきたいところですよね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中。ファウルです。さあ4球目は何か、このチャンスは空振りの三振、満塁は変わりません。打順はトップに帰って強打、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そうですね。外の球打った、ファーストの右取った、そのまま一塁に入ってスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5回終わって7対0、タイガース大量リードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、ピンチの場面だったんですが、しかし内野ゴロに仕留めます。ピンチをしのぎます。2回の攻撃、得点圏には先制のランナー1番岩城、センターへ運ぶタイムリー、ドラゴンズ先手を取られます。3回の表、2アウト1塁2塁で8番バッターゴンザレス、初球を叩いてタイムリー、ドラゴンズ1点を追加されます。4回の表、ワンアウト2塁の場面、迎えるは3番ドイッチ、その初球をしっかり弾き返します。ドラゴンズ1点を追加されます。その裏、5者連続三振、三振に倒れます。5回の表、ノーアウト二塁三塁で7番真田、初球を叩いてタイムリー、ドラゴンズ2点を追加されます。裏の攻撃、このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。チャンスをものにできません。これから6回タイガースの攻撃、さあマウンドを任されたのは木下、今シーズン18試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。バッターボックスには4番山田、
先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。打ち上げた、浅いフライ、飛距離はありますが守備範囲内か。積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。バッターボックスは5番影浦。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。これが2球目。三遊間取りました。スリーアウトチェンジ。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏追いかけるドラゴンズの攻撃。打席には2番バッター大島。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、今度は打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。変化球を打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターは3番アルモンテ。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけどライナー性のいい当たりでしたね、タイミング合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。打ち上げました。これは大きい、伸びていく。ここは打ち上げています。高く上がりました。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。4番バッタービシエド。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。インコース決めました。あっという間に2ストライクです。見逃し三振。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。6回。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんでこれ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね。しのぎ切りたいこの状況。打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ。あっと弾いた。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は7番真田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスゴンザレス。まあドラゴンズとしてはリードされて厳しい状況ですけど、ここ高めのボール、この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。これで3安打猛打賞。ノーアウト満塁です。さあ打席には先発のドモン入っています。野手並みの打力がありますから。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。あっと取れない。三塁を回っていく。サードランナーホームイン。ホームに送球する。タイガースが突き放します。センター前へのタイムリーヒット。9対0。打順は1番に帰ります。バッターいわき。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。初球打ち、レフト前ヒット。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。2番バッター殿岡。打ちました。阿部二塁へ。セカンドホースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。打順は3番ドイッチ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースこの打ちました。ショート取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。まあ赤星さん、もうランナーを貯めて返していくしかないですよね。そうですよね。もうこれはどんどん後ろのバッターにつないでいくっていうことになってきますよね。はい、そのつながりを作ることができるのか注目です。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは6番福田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか。ドモン、まずは先頭バッターを三振に仕留めて、変化球空振り、あえなく三振です。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。スプリットに翻弄されてしまいましたね。バッターボックスには7番平田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。三遊間真田取って3アウトチェンジ。
ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスは4番山田。今日はまだ当たりがありません。ドラゴンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。落とすボールで空振りを取りました。ノーボールツーストライクです。インコース外れてボール。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。木下ストレート、レフトスタンドに運ばれました。三塁回って今ホームイン、11対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。打席には6番バッター坂田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。7番バッター真田、今日はここまで4安打を記録しています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3連打、ワンアウトランナー2塁1塁。打席には8番バッターゴンザレス。まあドラゴンズとしてはリードされて厳しい状況、引っ張った、これはどうだ、1、2塁間を破る、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、12対0。ドラゴンズもうこれ以上点は、ドラゴンズピッチャー、さあバッターボックスには先発のドモン入ります。野手並みの打力がありますから慎重にいかないと痛い目に遭うでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。打順はトップに帰って岩城、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、三塁を回っていく、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、14対0。ドラゴン2番バッター殿岡、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。見逃せばボールですが振ってきました。低め空振り、ストライクを先行させていきます。追い込みました、ここは見逃しで三振を取ります。ツーアウトになりました。打席には3番バッタードイッチ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁2塁です。いやタイミングは全く合ってなかったですね。ここは空振りで三振を取り、8回の裏追いかけるドラゴンズの攻撃、打順は8番木下。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですからどんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ドラゴンズ変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには代打の医療。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから。これは一塁側のスタンドに入ります。ワンストライクです。インコース低めの球、ノーボールツーストライク、変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター強打、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。力のあるストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールで1、2塁間、ドイッチ抑えて3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。8回終わって14対0、タイガース大量リードしています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号14谷本がマウンドに上がります。里崎さん、
状況的にはかなり厳しいと思うんですがどうでしょう。まあ援護がないのは正直辛いですけど、もうあとはゼロで抑えて。初球打ち高く上がった。これはどうか、伸びていく伸びていく、フェンス直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。打順は6番坂田。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球する、センター前ヒット。これで5打席連続のヒット。バッターボックスは7番真田。今日はここまで5安打の大活躍です。いや、真ん中のボール打っていった、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った、サードランナーホームイン、タッチはセーフ。タイガース追加点を挙げました。15対。バッターボックスは8番ゴンザレス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、さあ2球目は何か。ノーボール2ストライクです。ここは空振りで三振を取ります。2アウトになっています。ランナー三塁一塁は変わりません。左方向大きいぞ。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点。ドラゴンズさらに三塁二塁のピンチが続きます。打順はトップに帰って岩城。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。打った、抜けた、センター前に抜けます。ホームに送球、サードランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。ドラゴンズなおも三塁一塁のピンチ。バッターボックスは2番戸野岡。打った、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点。ドラゴン、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ショート、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。三塁へ送球する、セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。ドラゴンズさらに三塁一塁のピンチが続きます。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは平野。さあマウンドに上がったのは平野、今シーズン17試合目の登板です。3連投ということになります。振ってしまいました。右中間へ持っていった、大きな打球だ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる、サードランナーホームイン。タイガース追加点。ドラゴンズなおも三塁一塁のピンチ。バッターボックス影浦。初球打ち、スタンド一直線、入った、ホームラン。影浦さらにダメ押しの一発、今シーズン第4号のスリーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。バッターボックスには6番坂田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。空振り、打った、右中間に大きな打球。さあどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7連打、ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか。高め打った、セカンドが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。赤星さん、
まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来るとランナーを貯めようというよりもなんとか1点返そうという気持ちになってくると思いますからね。そうですよね、そんな展開になる。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスには3番アルモンテ、今日はまだ当たりがありません。どうも、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外に決まりました。ノーボールツーストライク。引っ張った、ドイッチ一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスビシエド、今日はまだ当たりがありません。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。当然ボンド見逃し三振、試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ドラゴンズは屈辱の黒星となりました。赤星さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう。まあでも正直ね、こういうやられ方だと気持ちは切り替えやすいと思いますね。そうなんですね。次のゲームにまずはフォーカスしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。